いといと。はい、どうも山川です。今日はですね、冬眠させてたクワガタまだ残ってたんですよ。この2匹いるんですけど、これには高山系のクワガタ、アカアシクワガタがですね入っております。で、2匹ともメスなんですよ。はい、10日採集で採集した個体になって、オスが飛んでこなくてですね、メスが2匹入っております。で、この2匹去年の7月ぐらいに採集した個体になるんですけど、その後産卵セット組んでもちょっと産まなかったんですよね。だったんで、今回この冬眠ちょっと起こしてみて、その後もしね産卵セット組むことあれば、ちょっと組んでみたいと思います。野外採集個体なんでね、おそらく交尾は済んでると思うんですけど、はい、起こしてしばらくちょっと1週間ぐらいプロゼリーを食べさせて産卵セットを組んでいきたいと思います。まずね、起こしてみましょう。なんかね、もう起きてきてもいいくらいの時期なんですけど、さっぱり起きてるような様子がないんで、様子見てみましょうか。はい、じゃあ早速開けていきます。はい、じゃあまず1匹目ですね。ゼリーはですね、普通のフルーツゼリーをちょっと与えてたんですけど、蒸発してるだけみたいな感じですね。はい、じゃあ早速ひっくり返してみましょう。あれ、ここになんかいないか。せーの、結構舌で固まっちゃってますね。いたいた。あ、いましたね。あ、生きてますよ。これ、あれ、ああ、やっぱり、ちょっと不節が欠けちゃってますね。これ、アカアシクワガタです。野外採集個体になります。まだ寝てたのかな。ちょっと、体が冷たいですね。うん。あ、元気ですね。でも、がっちり掴んできますよ。ごめんね、起こしちゃったね。よいしょ。このアカアシクワガタって結構飛んでこないんですよね、あんまり僕の10日には。まあでも高山系のクワガタってだけあって、ちょっとやっぱり標高の高いところまで行かないと取れないクワガタになってるみたいですね。はい、アカアシクワガタです。もうこれ多分新生虫じゃなかったと思うんですよ。うん、まあ、申請中だから産まなかったってことはまずないと思います。季節も欠けてるんでね。はい。じゃあまずこれを、まず1匹目ですね。まず生きて、はい、生きててよかったです。これを、僕の得意な水苔セットに入れておきます。はい、2セット目になります。これが2セット目です。これも同じくフルーツゼリーを入れてました。うん、やっぱり蒸発してるだけみたいですね。じゃあひっくり返します。せーの、これは綺麗に取れましたね。そんな硬いところにはいないと思うんで、どこかにいるかな。あ、こっちもいましたよ。こっちは少し小ぶりなサイズになります。どうでしょうか。これは不節は欠けてませんね。これ、なんだったのかな。去年やっぱり新生虫だったのかな。産まなかったんで。お尻のこれが何かなってますね。取れませんね。うん。でも、がっつり指に捕まってくれるんで、元気はあると思います。アカアシクワガタ綺麗ですね。アカアシクワガタもね、形僕好きなんですよね。ドルクス系のクワガタの中でもやっぱり
特殊な顎の形してますよね。綺麗な、まあ、これメスなんですけど、オスの個体は綺麗にまっすぐね伸びて、その中で内歯とかね、内歯とか小さく形成された形がとても美しいですよね。早く産卵セット組んで産ませてですね、オスの成虫が欲しいです。はい、じゃこれもまた水ゴケセットに入ってもらいます。はい、ここで暮らしてもらいます。で、今起こしたこの子たちにたくさん、まあ、冬眠から開けたばっかりなんでたくさん栄養を取ってもらうためにプロゼリーを入れておきます。たくさん食べてね。はい、じゃあこのままちょっと暖かくなるまでですね、完全に冬眠から覚めて栄養をたくさん蓄えてもらってから産卵セット組んでいきたいと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。